はい、毎度いつもありがとうございます。お寿司って結局シャリなんじゃないかなと思っているヒッシーなのですけれどもね、今日はですね、自分がオタクであるのかどうかというのをですね、過去何度か考えたことがあります。で、結論としてはですね、僕はオタクであると、自負してるんですけれども、と同時にですね、僕ごときがオタクを名乗るなんておこがましいのかもしれないとすら思っていると、要はオタクであることをリスペクトしてるんですよね。もうね、オタクという概念をね。で、一番最初にですね、自分がオタクであるのかどうかっていうのを考えた時はね、これね、もう思春期の頃ですね、多感な年頃ですよ。で、自分はオタクという部類に当てはまるんだろうけれども、オタクとは思われたくないなみたいなね、考えてしまうっていうのは、これなんでかみたいなね、ややこしいことを考えてたわけですよ。中2ぐらいの時ですかね。中2病っすよね、だからね、これはい、というわけでですね、今日はデスストランディングの映像とともにオタクについて考えていきたいと思います。でね、当時なんでオタクって思われたくなかったのかってね、これダサいからですよね。でしかしですね、果たしてオタクの何がダサいのかと考えるとわからなくなったんですね。ただ、オタクイコールダサいっていう価値観はですね、少年たちの間には確かにあるんですよね。最近の少年たちはどうかわかんないんですけどもね、おじさんたちの時代には確実にあった価値観なんですよ、オタクイコールダサいっていうのはね。でしかも何がダサいのかは言葉ではあんまり説明できないんですよ。なんかダサいとされていたんですよね、オタクっていうのは。で、自分の中でですね、オタクの何がダサいんだっていうね、この疑問、こんなことを考え始めるきっかけとなる出来事があったんですね。今から言うちょっと話の登場人物ね、ちょっと嫌なやつに聞こえるかもしれないんですけども、全然そんなことないんですけどもね、これ中学2年生当時の話なので、その彼とはね、地元ですれ違っても、おーって手挙げてね、挨拶するぐらいの仲ですよ。なんかもう一緒に遊んだこととかはもうないですけどね、一回も。でも悪いやつじゃないっていう、そんな子とのエピソードになります。これもやっぱ中2ぐらいなんですけども美術の時間でですね、なんか忘れたんですけど、なんか作ったんですよ。パネルみたいな、絵描いてみたいなね。で、空いたスペースに何描いてもいいですよみたいなコーナーがあって、で、僕はそこにファイナルファンタジー7のロゴを描いたんですよね。ファイナルファンタジーって書いてあって、で、後ろに隕石のマークですよね、メテオですね、隕石が書いてあるようなね、あれを書いたんですよ。で、ロゴの後ろにあるそのメテオのね、隕石の色塗りがね、苦戦したんですよ。苦戦したんですけども、なかなかのクオリティで完成できてね、もう満足してたんですよ。やったーみたいな感じで、うまく塗れたみたいなね。完成したら持って帰るやないですか。で、美術室から教室までの間もね、こう手に持ってテクテク歩いてたわけですよ、廊下をね。じゃあ前からその H 君という子が歩いてきてですね、おう、必死と、あ、これできたんやみたいな、ちょっと見してやみたいなね、話に、なりますよね。で、ええで言って、で、僕も自信作ですからね、ぜひそのおまけのコーナーのファイナルファンタジーの箇所見てくれよぐらいの感じで、なかなかのドヤ顔で見せてたと思うんですよ、当時ね。で、そしたら H 君がですね、えっていう顔をしたんですよね。あ、マジかみたいな、ちょっとびっくりした様子で、で、必死、これファイナルファンタジーやんっていうね、オタクやと思われるでみたいな、こういう言い方をしてきたんですよね。で、しかもこれバカにする感じとかではなくね、なんかちょっと心配してるような感じなんですよね。ちょっと隠しといた方がええんちゃうみたいな、やめといた方がええでみたいな感じできて、で、そこでね、なんかこうもやっとしたんですよね。いろいろ思ったんですよ。で、多分ね、僕的にはこいつ幼いなみたいなことを思ったような気もしますし、でもなんかこいつは自分を気遣って言ってくれてるっていうのはなんとなく伝わってくるとかも思ったし、でもなんかオタクって思われるのは嫌かなみたいなねそういうのがミックスされた感情だったんじゃないかなと思います、当時。だからもやっとしたんと思うんですけども、ただここまでね、自分の思考をなんか深くこう掘り下げていくっていう能力もなかったので、なんかもやっとしたものを感じたで終わってたんですよ、当時。で、反射的に出た言葉がオタクちゃうわだったんですよね。
まあ、要はオタクがオタクと思われたくないっていうのが圧勝だったんですよ、僕の中でね、当時。まあ、何なんでしょうね、あのね、オタクイコールダサいみたいな文化ね、どっから始まったのかは分かんないんですけども、まあ、アニメとかゲームはね、特に言われてたわけですよ。でも学校にグローブの歌詞カード持ってきて眺めてるようなやつはね、 J-POP オタクとか言われないわけですよね。でね、当時ほとんどの人間がですね、もうほとんどの人がもうファイナルファンタジー7やってたんですよ。もう社会現象になってましたからね、ほぼ学校会社休んでまでやるやつがいるみたいなね、そんな状況の当時ですよ。でそれをですね、もうちょっと美術の時間のね、あしらいにファイナルファンタジーのロゴを書いただけで、なんかオタクと思われるんじゃないかと心配しなければならない空気がそこにあったわけなんですね。うん、で、まあ、まあこれね、まあ、自分の中ではね、結論は出したんですけども、まあ、オタク自体が悪いわけではないのですよ、これ。まあ、オタクイコール、まあ、専門分野に特化して詳しいということなんで、これ素晴らしいってことでいいと思いませんか？ね、好きなものを好きと言えるっていうのはね、本当に大事なことだと思うんでね。じゃあ、まあオタク自体が悪いわけではなければ、まあ、当時僕の中で何が引っかかってたかというとですね、まあその集団生活においてですね、自分の物差しで他人を勝手に測って、このなんていうんですか、優劣をつけたがるみたいなやつがいるわけですよね。まあ、優劣というか、もう自分を勝手に優として、反対側を劣と決めつけるやつみたいなのね、必ず出現するんですよ。まあ、学校でいうところのね、スクールカーストみたいなやつですかね。もうダサいというレッテルをもう貼られたくないなっていう気持ちがね、まあ、自分の中にあったんだなと、いうことに気づいたんですよね。だから、まあこういう決められ方するのが腹立つみたいなね、まあ、そんなのは思ったというところですよね。まあでもそういう言われたくないなみたいな考え方自体もダサいんですけどもね、当時の僕ですよ、もう他者をねそうやって貶めてくるやつらもそうなんですけれども、自分だけは貶められたくないみたいな発想もね、これもあまりかっこいいものではないと、いうとこですよね。まあとにかくですね、当時の自分はまあそういう気持ちだったんだろうなと今になっては思うという次第です。でまあ、ダサいというねレッテルを貼るのにオタクってちょうど良かったんですよ。なんかまあ犯罪者もいましたしね、なんかアニメ好きでしたみたいなね報道が多かったわけで、まあ、本当にやり玉に挙げられやすかったんですよ。だからまあ印象操作もしやすいですよね、こういう勝手に優劣をつけたがる系の人たちからすると、オタクあいつキモいダサいみたいなね。でまあ、歴史的にもですね、人間は、まあ、下とされる人間を作っては安心してきたわけですから、どの国もですね、だからまあ人間らしいっちゃ人間らしいんですけどもね、こういうのも、まあ、人間の嫌な部分ではあるというところですよね。だからまあこれに屈してですね、オタクを、隠すべきかどうかみたいなところを葛藤してたんでしょうね、当時の少年ヒッシーはね。でちなみになんですけども、オタクの人たちって別にファッションセンスないわけではないんですよ。あのオタクの中でも服装がおしゃれな人と服装がダサい人っていますからね、あのどこのコミュニティでも変わんないですよ。まあ何でもいいんですけども、あの草野球チーム作りましたと、メンバーがまあいますと、ツーリング仲間でもいいですよ、まあ、とか何でもいいんですけども、集まるとですね、服装がおしゃれな 人もいれば無頓着な人もいるわけじゃないですか。あの感じです。まあ、いや僕お店やってたんですけどもね、でマンダラケさんが近くにありましてですね、まあ言うたらその、まあ、オタクですねっていう人たちが結構集まる感じなんですけども、まあ、買い物らしき後ですね、まあ、その仲間の方々ですね、まあ、4人ぐらいとか、まあ、2人とかなんですけども、ご飯食べに来てくださったりとかよくあったんですけども、まあ、服装もちろんバラバラでしてですね、ではまあおしゃれだなっていう人から、まあ、全然あの無頓着なんでしょうねみたいな人までいろいろで、だからまあオタクであるということと服装って、まあ、あんま関連性ないんやなっていうの思いましたね。まあ、当たり前なんですけどもね、まあ、実際にいろんなお客様を見てそう思ったわけですよ。なんか寝るシャツダメージジーンズにインみたいなね、そんな人なんてめったにいないですしね、はい、むしろね服装バラバラやけど共通の話題で盛り上がれて仲間つるめちゃうみたいなね、
仲間としてねこうつるんでいけちゃうみたいな、そういうオタク文化ってよくねとはね思ったりしますね。はいはい、というわけでですね、まあ、好きなものを好きと言える時点で素晴らしいことだと思うので、まあ、中学校の頃はですね僕も迷いはありましたけども、まあ、今ではですねもうマニアックに生きていく方がかっこいいかなと思っておりますので、もしですね自分のまあ好きなものをね好きと言えないような方がいらっしゃいましたら、もうぜひ自信を持っていただきたいなと思う次第でございます。というわけで、以上です。ご視聴ありがとうございました。開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証到着したぞ。武器所持を確認。施設内では武器を頑張ってください。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。ありがとう。今日はいい日だ。ありがとう。助かった。ありがとう。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。